どうもおはようからこんばんは、殿でござる。ザ・クルーの雑談ドライブやっていきましょう。乗っていく車はこちら、マツダの RX7。 今の RX7 って、もともとが2ドア仕様で作られていたんですが、確か無理やりファミリーカーにするために無理やり確か4ドアにしたんでしたっけね。なんかこうドアが観音開きみたいな感じで開くんですけどもね。まあ、とりあえずは走っていきましょう。ちょっとね、マップで言うと、この隕石のクレーター、ここが実はちょっと気になるんで、この辺まで行ってみようと思います。なんで、ウェイポイント設定。まあ、途中で道から逸れていく感じかな。ですね。ならば、それで進んでいきましょう。で、話していくことですけれども、まあそろそろ私が実況している動画、まあかれこれ平日は毎日で、あとは土曜日とこの日曜日にはたまに、こうやって雑談ドライブを上げていますが、まあ先日、まあバルキリープロファイル、まああちらが、まあ、終わったんですけれども、他の実況枠のゲームをね、まあ実はね、8月中旬から9月中旬かな、まあその一月間の間で実はどんどん終わっていくんですよね。なのでそろそろこう新実況を取っていかなければならないなって思っているんですけども、まあ、意外と新実況を取るのって結構ねモチベーションがね必要なんですよね。まあやっぱりね、新しく何かを始めるというのは、まあ最初はねやっぱりこうなかなか気が進まないと言いますか、まあ、結構ねコンディションを整えていかないといけないんですよね。まあ、だからその辺も整えながらやってはいきたいんですけれども、まあ信長の野望の創造戦国志伝の肝付き編でいうと、あれは実は13話で終わるんですよね。だから始めるとしたら、まあ、あれが一番最初になるんですよね。なんで戦国志伝のシーズン9の新潮放浪記編かな、まあ、あれを始めるんですけれどもね。お、隕石のクレーター、だいぶ広いね。でも道があるんだ。ちょっとサーキットコースっていう感じになっているのかな。よいしょ。で、まあそれが始まるのが一番早いかな。でその他には、そうだな、まあ戦国姫5の長宗我部編かな。まああれも実はね、元千佳ちゃんとのイベント、まあいいところまでは終わったかな。まあその後はいろいろ消化したいイベントもあるんで、まあ27話ぐらいかな、まあそれを目安にはしていきたいんですが、となると、まあ終わる、今実況しているまあもので言ったら終わるのは一番最後になりそうなんですけどもね。でグランドエイジメディバルのブリタニア編、あっちもね、意外とヨーロッパ統一まで行けそうなんで、あれはね多分17ぐらいかな、まあまだまだ終わってはいないんですけども、そこまでを目安にやっていこうと考えているんですよね。あとはどうだろう、まあ太閤立志伝5、まああちらは23話で終了かな。まあでもまだまだ、まあ次のゲームっていうのかな、太閤立志伝3、あちらは実はまだまだ軌道確認していない状況なんで、まあもし無理ならば、まあそろそろまあ切り札をまあ使う時が来るかもしれませんし、まあ立志伝3をまあ起動できれば、まあこのまま上げていくかもしれませんね。他はね、土曜日のメゾンド魔王、あちらは15話で終了、まあその後は別のゲームをやっていくことにはなるんですけどもね。まあ他にはね、そうそう、VR 実況かな、まああれは、まあ、私が最初に上げた動画を見てわかる通り、まあ、やっぱりね配信向けではないかなって思うんですよね。よいしょ。まあ結構実際私が見ている画面と皆さんが見ている画面というのは大きく差がありますし、まあ、結構ブレブレだったりするんで、まああれはやっぱり動画配信には向かないかなと思うので、まあ VR 実況は一旦保留かな。あとはそうだな、信長の野望の創造戦国志伝で言ったら一条兼定、あちらの生放送の話ですけども、あちらも一旦保留かな。というのも、まあ肝付き編とかあとはシーズン
9の、まあ、身長放浪記編かな、まあ、あれをやっていきますと結構ねやっぱりモチベーションが持っていかれるんで、なかなかね、まあ、生放送でやろうというふうに踏み切れないので、まあ、これも申し訳ないんですけども、まあ、その1条金皿編の生放送も保留かな。まあ、新実況と同じようにあちらも結構ねやっぱりモチベーションが必要なんで、まあ、私的にはまあ自分の性格を言うなら良くも悪くもマイペースなので、まあ、自分が取れる時に、まあ、取れるだけ取っていきたいんですよね。まあ、なのでその辺はご了承ください。まあ、今実況している枠について、まあ、例えば放送枠の改編だったり、あとはいろいろ新実況の話とかは、まあ、季節ごとに定期的にはやっているんですけども、まあ、9月前後かな、まあ、こういった感じで私が、まあ、今撮っている雑談ドライブ以外はあの全て、新しい実況に切り替わる時なんで、私としてはね結構ねもう結構、プレッシャーにはなっているんですよね。まあ、本来ならば、まあ、それぞれの、まあ、曜日で、まあ、うまくこうローテーションできるようにはしていきたいんですよね。まあ、例えば新しく動画を見てくれた方が、まあ、例えば、ね、上げている動画が全部 20% と 30% と、超えているものばかりですとやっぱり見たいって思わないじゃないですか。まあ、それを防ぐために、まあ、ちょこちょこ時間を空けながら、まあ、新しい動画を上げていくっていうのをやりたいんですが、まあ、こういった状況になってしまって、まあ、結果、まあ、9月あたりは一気に、まあ、新実況の季節になってしまうと。となればね、やっぱり撮っていくのはお盆休みしかないんですよね。お盆休みはね、実はね、仕事が結構あるんですよね。まあ、本来ならば会社は6日間ぐらい休みはあるんですが、まあ、おそらくは休日出勤とか、まあ、私も新築を建てた関係で会社から、まあ、約10分の距離にあるんで、まあ、特にね、まあ、他の用事もないんで、まあ、休日出勤かな、まあ、出るならば私出ますよって言ってしまっているんで、まあ、そこはなんとか代休を使ったりして、であとは空いている時間に、まあ、その新実況を取り始めたりして一気にリード、まあ、している状況で9月を迎えたいんですよね。となれば、まあ、なかなか今から2週間後かな、まあ、相当忙しいことにはなるかもしれませんが、まあ、現在私のこのチャンネルも、まあ、1250人を、まあ、突破しまして、まあ、私としてはなかなか大きいチャンネルにはなっているかなと思うんですよね。まあ、再生数ももう62万を突破している状況ですし、まあ、意外と、まあ、今見ている方々の 4-5% ぐらいは、まあ、海外の方もいらっしゃったりして、まあ、なかなかグローバルな、まあ、チャンネルには、まあ、成長しているような、まあ、感じにはございますので、まあ、その辺はお盆休みを使って頑張って撮って、できちっとね、まあ、9月には新じ、まあ、9月の、まあ、下旬までにはきちっとね、まあ、全ての放送枠で、新実況を上げられるようになればいいですね。というわけで今回はここまで。乗っていた車は、マツダの RX7、 一応クレーター行ったんですけど、まあ、普通に走るところありましたねというわけで今回はここまで。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。